AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。戦時中にロシアの兵器を没収するウクライナの奇策、戦争の歴史は戦略家が相手より優位に立つために様々な武器を使用した話で埋め尽くされている。石器の時代から人々は何らかの形で武器を使ってきた。現在世界の軍隊では高度な兵器の使用と戦略的なプランニングが当たり前のようになっている。現在進行中のウクライナとロシアの紛争においても双方は状況の変化に対応しイノベーションを起こさなければならなかった。ロシア軍が直面した最も重大な問題の一つは弾薬不足の問題であった。ロシア軍に対するウクライナの歴史的な抵抗により消耗戦が長期化しロシア軍の物流に問題が生じていたのである。この問題はロシア軍にとって興味深い解決策となり占領下のウクライナ地域の工業用倉庫を弾薬庫として利用するようになった。しかしウクライナの情報機関がロシアの計画を傍受しウクライナ軍はこの秘密倉庫に保管されていた兵器を空襲で奪取しロシア軍に壊滅的な損害を与えた。捕獲された戦車、ミサイル、銃などの兵器はウクライナ軍によって再利用され戦局はさらにウクライナに有利になった。このような行為は特にロシア軍にとって大きな影響を及ぼしている。この紛争はプーチン政権に大きな圧力をかけ今後同様の事件が起こらないようチェチェン共和国の兵士を軍から追放するよう要求している。しかしこれはただでさえ弱体化しているロシア軍を大幅に弱体化させることになり悲惨な結果を招きかねない。ウクライナとロシアの秘密兵器倉庫の話は現代戦におけるより良いロジスティクス計画の必要性を浮き彫りにしている。また現代戦における情報収集の重要な役割も強調されている。ロシアの計画を傍受したウクライナ情報部の能力と秘密倉庫に保管されていた兵器を空襲で奪取したウクライナ軍の創意工夫は近代戦における創造的な解決策の重要性を示している。この物語はまた戦争がもたらす人的犠牲を思い起こさせるものでもある。現在進行中の紛争は民間人の死傷、インフラの損傷、数百万人の移住など双方に大きな損失をもたらしている。またこの紛争は地域の政情不安や社会不安にもつながっています。ウクライナ国防軍の反撃でロシア軍の兵站が危機的状況に。現在進行中のロシアとウクライナの紛争はエスカレートし続けており、ウクライナのクメルニツキー、ドニプロペトロフスク、ドネツク、ケルソン各州の12の居住地に対するロシアの攻撃が報告されています。ウクライナ軍参謀本部の報告によるとロシア軍は4回の空爆と15回のミサイル攻撃を行い、そのほとんどが民間インフラを標的としたものであった。また敵は多連装ロケットシステムを配備し50回発射した。ウクライナ全土に対するロシアのミサイル攻撃の脅威は依然として高く、敵は複数の戦線での攻撃作戦の実施に主力を注いでいる。しかしウクライナ国防軍はフリャニキフカ、マシウティフカ、ビロホリフカ、チェルボノポピフカ、クレミンナ、ビームカ、ヘドリフカ、リュボボワシリブカ、ベルヒフカ、バフムト、イワンシフスケ、シャシフヤールなど各地で占領者の攻撃を撃退するのに成果を上げている。さらにウクライナ空軍はこの24時間の間にロシア軍の人員と装備の集積地への攻撃を6回、対空ミサイルシステムの位置への攻撃を1回実施した。また防空部隊はカリブル巡航ミサイル2発を撃墜し、ロケット部隊と砲兵隊はロシア軍の人員1群を攻撃した。ウクライナ軍はロシア兵590人を殺害し、戦車7台、装甲戦闘車12台、大砲システム1台、特殊装備ユニット1台を破壊した。2月19日には敵の巡航ミサイル計2発が撃墜された。別の動きとして、一時的に占領されたクリミア自治共和国の徴兵者の親族が徴兵者の権利の侵害を訴え、一斉にロシア連邦国防省に出頭してきたことがある。クリミアにいる徴用工の親族からの主な不満は、休暇や部隊のローテーションが6ヶ月以上ないこと、食事や衛生、保健環境が悪いこと、
ロシア占領軍の将校が私利私欲のためにその地位を利用していることなどである。ロシア国防省はこれらの苦情に一切答えていないと言われている。米政府、中国がウクライナでロシアに非殺傷の軍事支援をしていた疑いが浮上。米国はウクライナで進行中の紛争において中国がロシアに非殺傷的な軍事支援を行う可能性があるとして懸念を表明している。 NBC ニュースと CNN の報道によると、米国当局は中国がウクライナのロシア軍に制服や防護服などの春季攻勢のための装備など具体的な支援を提供しているのではないかと疑っているという。援助の種類についての具体的な説明はなかったが、トレンドラインは致死的な援助の提供へとシフトしている可能性を示していると主張している。米国はこの情報をミュンヘン安全保障会議で同盟国やパートナーと共有し、ロシアへの軍事支援を禁じた欧米の制裁措置に違反する行為がないか注視している。米国のアントニー・ブリンケン国務長官は最近の会談で中国の王毅とこの問題を提起し、中国がロシアに物質的支援を提供したり組織的な制裁回避のためにロシアを支援したりした場合の影響について警告を発している。中国はこれまでロシアの偽情報キャンペーンや戦争に関する偽りの口実を促進することでロシアを支援してきたが、この最新の動きはウクライナのロシア軍が使用するためのより具体的な支援を示唆するものである。2022年2月にロシアがウクライナに本格的に侵攻した後、モスクワと北京の協力関係は強化され、中国はモスクワの行動を批判することを拒み、代わりに米国と NATO がクレムリンを刺激していると非難している。この支援が何らかの制裁に抵触するかどうか、またこの非殺傷的支援に対して米国が中国に新たな制裁やコストを課すかどうかは未知数である。しかし政権の考えをよく知る情報筋によれば、米国は制裁に違反するものを標的にすることをためらわないだろうという。このような状況は地政学的な諸問題をめぐる緊張が続く中で米中両国の微妙なバランスの上に成り立っていることを浮き彫りにしている。ウクライナにおける新たな自発的動員の仕組みが良い結果を生む。ウクライナ大統領府は同国における新たな自発的動員の仕組みがすでに良い結果を生んでいると発表している。大統領府のアンドレイ・ヤーマク長官によると、ウクライナは規律よりも量の問題に対処するために自発的な動員の新しいメカニズムを開発したとのことです。ロシア軍に規律がないにもかかわらず人数の多さがウクライナの問題になっていることをイエルマク氏は認めている。自主的な動員という新しい仕組みが効果を発揮し、多くの人が戦う気になった。ウクライナ人だけでなく他国からの志願兵もいる。この新しい仕組みの成功は現在進行中のロシアとの紛争においてウクライナの助けとなるかもしれない。ウクライナとモルドバ上空で目撃されたロシアの偵察用気球、先週からウクライナとモルドバの上空で風船らしき物体が目撃されています。英国国防情報局と欧州プラウダによると、これらの物体はウクライナの防空システムを破壊するロシアの新戦術の一部である可能性が高いとのことです。2月12日、ウクライナ空軍はドニプロペトロフスク州東部に気球があると報告し、その後の数日間でレーダーリフレクターを搭載した少なくとも6機の気球がキエフの上空で撃墜されました。英国情報部はこれらの気球はロシア製で、ウクライナの防空システムに関する情報を入手し、地対空ミサイルと弾薬のウクライナ側の在庫を枯渇させるための新しい戦術であることを示唆している。2月14日、モルドバで気象観測気球のような未知の航空機が目撃され、一時的に空域が閉鎖された。ウクライナ領空から漂着したロシアの気球である可能性もある。ドネツク州ドゥルジキフカへのミサイル攻撃。2月19日朝、ロシア軍がドネツク州ドゥルジキフカにミサイル攻撃を行い、少なくとも2棟の高層ビルと自家用車に被害が発生しました。現時点では死傷者の情報はない。ドネツク州軍西部のパブロ・キリーレンコ部長は、ドゥルジキフカは接触線から遠く離れているにもかかわらず、ロシアのテロ部隊によるミサイル攻撃を常に受けていると述べている。ウクライナとロシアの紛争は依然として深刻で、ロシアが優位に立つための新しい戦術が採用されている。
ウクライナの新しい自主的な動員の仕組みが成功したことは好ましいことだが、地域の情勢は依然として緊迫したままである。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。